あれルハいらんなっけなだそうだが思い出せないわあの派手ガの考察機 y o u t u b e よくしる脚本のやつうわんだっけな無限まやかしだ 中野です無限前歌しとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわち前歌しを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます,す大脱出大脱出ですよ DMMTV で水曜日のダウンタウンの藤井健太郎さんが手がけた、えー、とてつもないドッキリ企画ですけれどもはいええー、面白かったっす、えー、<laughs> 面白かったですよなかなか 最近ねこの今2024年の5月じゃないですか4月から「大ダッシュズ2」が配信されましたよね早かったね去年「1」がやってから多分1年ぐらいじゃないそうっすよねで俺「1」見てなかったんですそうなんだ意外ですねなんか気にはなってたんだけどくらいにただ「2」があまりにも 面白すぎるっていうのが、うん、なんか目に飛び込んできて話を聞いたいろいろ話を聞いたというより、はい、そのなんかツイッターで、はい、あの俺の好きなね、はい、漫画家原作者の、はい、あの稲垣理一郎先生がうの21ああそそうそう,そうあと「ドクターストーンもう面白すぎっつって抱えて笑ったういう人たちが。<laughs> いやなんかやっぱそういう感度の高そうな人が言ってるからこれは見なきゃと思ってなるほどねだから、ねえっと、ご覧になったことのない方に説明すると多分あのクロちゃんが、うん、あの首から下埋まってる絵は多分みんな見たことあると思うんですよ。もうあれは強烈でしたね、うん、本当 あれは水曜日のダウンタウンじゃないんですよ。はい。水ダウだと思ってる人多分いると思うんだよね。<laughs> そうだよね。でも <laughs> いきなりさ、その水ダウの一個の企画をさ、うん、その街中とかさ、ネット上にさ、うん、あんなに長期間出さないですから。はいはいはい。あのよく見てください。あれ DMM って書いてあって、あれは一応有料コンテンツなんで。はい。っていうことまで。 多分届いてない人は見てないですよね。っていうぐらいかな。っていう企画で、うんえー、いろんな箱とかね、はいえー、場所に閉じ込められている芸人たちが何、えー、とかして脱出していくという話ですね。はい,はいはいはい。だから水曜日のダウンタウンの何々説みたいなのの説がなくなってる状態そうだって考えていただいて。<laughs> 本当により一層なんか実験っていう <laughs> そうだね。実験色が強くなっていて、そうですね。なんか そうだね水曜日のダウンタウンもそうたまにそのボケが行き過ぎて、うん、もう説ないやつとかもあるじゃないですか何々グランプリとか言い出す時のもうそこの部分の考える必要すらなくなった状態って感じですよね。そう,ねうん,うん、うん <laughs>。すごいよね。もうあのそのまあ、全員基本的に、はい 箱の中に入れられて。そうね。黒ちゃんだけ野外。そう、野外で。<laughs> で、基本的には他の人たちがみんな箱の中密室。うん。で、基本的には結構正方形っぽいから。そうそうそう。割とそのニュアンスで言うと、あの、ホラー映画のそうとか。はいはい。 まあ,あとなんだろうなキューブとかああいう系のこうちょっと、まあ、SF サスペンスホラーみたいなのを合体させたミステリーとかでありがち、うんうん、だからソリッドシチュエーションホラーとして始まる番組が同時に始まるって感じですよね。で、えっと、シーズン1でいうと、はい、例えばえっと南川さんと、はい、えお見送り芸人しんいちさんが同じ部屋にいたりとか、はいえー、トム・ブラウンの2人が同じ部屋にいたりとか、はい、っていうのが。 次々にこういろんな部屋が映されていてそれぞれの中でこなすミッションが違うんですよね、うん、そうですねでその説明もほとんどないんだけど説明がゼロの状態から説明を導き出すところからやんなきゃいけないっていう、うん、そうですねだから、えっと、リアル脱出ゲーム、うん、流行りのやつの,、はい、あのめっちゃストイックバージョンというか、はい、その血も涙もないバージョン はい、がそれぞれの部屋で繰り広げられているというところから始まってそれがどうなっていくのかという、まあ、物語にもなっているんだけれどもというところですねざっくり説明するとそうですね、うん、いやーもうこれがもうさ、うん、やっぱもう極限の人間っていうのを見せてくれるじゃん、うん、そうだねそうだね <laughs> そこそこじゃないの俺はねそれをえっとねそれをね、あのー、手だれの芸人がやってるから、うん 極限じゃないかもしれないところが面白いとも思ってるんだよね。ああなるほどね。その演じてる可能性もあるじゃん <laughs> こいつは。あーあーそのまあ知り合いもいるからちょっと言いづらいけど、うん、そのもう。 カスっていうかさ、その人間性カスな人たちっていう前提で出てるじゃん。全員、いやそ,うその俗悪の塊として登場してるじゃん。全員。もうあの何かしら何かその今はあの、うん、こうクリーンとされる人一人もいない、うん。そう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 本当そ,そ,そ,そう。だからシーズンワンにいたメンバーでいうとだから、えー、岡野洋一さんとかね。いわゆるそのクズ芸人とかその性格悪い芸人みたいな感じのカテゴリーの人たちしかいないんですよね。基本的にねはい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 。 だからそのなんか取れ高とかを狙って、うん、その本当は辛くないのに辛ぶってる可能性もあるというかさ、うん、そ,のそのあざとさも含めて、うん、ひでえなっていうなんかそ <laughs> その攻める側その<ー>番組側の仕掛けもド S だからはい、はい、それに対して。 あ本当にかわいそうだなって本当は思ってもおかしくないんだけどああそうあのね本当にひどい目に遭ってるじゃんひどい目に遭ってるんだけど不思議とかわいそうにならないことがエンタメになってるとも思うのよそう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 くうそ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  クズとしてテレビに出てて、まずその人選だもんね。<う>完全にラインナップが。で、人選から、うん、あの、ひどいことをされてても。うん あのかわいそうになりにくい人が選ばれてるというのはるうんうん、うん、完全にんだってそれで飯食ってるじゃんあんたらっていう人たちしかいないから結構美味しいと思ってる可能性が高い人たちが多いっていうかね本人たちに言ったらいやマジできついねんってって言うと思うしうん、うん、南川さんも実際そう言ってましたけど、うん、いやその部分とは別に。 俯瞰で、その幽体離脱して、うん、美味しいって思ってる部分の人格めっちゃありますよねって、うん、<laughs> 見えるそ。そうね、そこも安心して見えれる要因だし、うん、あともう一個あの全員に共通してるのが、うん、あの、その、自分を責めない。ああ<ー>。その 多席思考という,かそう多席思考なんだよ基本これを仕掛けた人間に切れ散らかしてるし確かにでその場にいる相手に切れてるしだから確かにここでさストイックな人とかがいると多分ね,あのね心痛んじゃうと思うの確かにそうああごめんみたいな人がいたりとかーーーーうわー俺のせいやみたいな人が。確かに いたりするとあなんでこんなひどい目にってなるんだけどお前が悪いだろとかあとそのカメラに向かって「うん、お前頭おかしいぞ」って言ってたどうせ水曜だろど当せ」とかいう人たちだから確かにそれそうだわ <laughs> そうなのよ ファーストシーズンにも参戦参戦というか引っ張られてきてるから参戦はしてないんだけど巻き込まれてて今回もいるメンバーでいうとトム・ブラウンの道夫さんがやっぱすげえいい人に見えるんだよね道夫さんだけそれ異常だよねっていうと唯一自責思考だからなのらそうなんだよねあんまさ人の悪口とか言わないじゃん言わないんだよで、結構さサディストっていうかさそのやばいやつっていうイメージはあるけどでもなんか いい人のイメージも平存してる、うん、やっぱちょっと強靭なんだよね。その <laughs> 規格外っていうかでも道夫さんは規格外だからあのんかかわいそうに見えない別の動物に見えてるっていうかねそうそうそうそてそう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 かうそ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 なそう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 そ真珠とか魔獣に見えてるからそう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  もう頑張ろうみたいなうん、うん、協力しようみたいな感じで。 あんまお互いいのここと攻めてななからはい、はい、そこは結構清涼剤にっでシーズン2で言うとやっぱその汚いパートが異常に多くてそれはなんか体質なのか何なのか正直全く分かんないんだけど <laughs> <laughs> その最初から仕掛けられてた部分もあったのか体質なのか、ねうん、ストレスなのか、うん、あの最後まで見ても分かんないんだけど最初から展開がちょっと汚すぎて <laughs> で同じ部屋にいるねザマミィ酒井君がみちおさんを責めるんだけど、うん、まあ当然攻めて叱るべき行動をみちおさんがするんだよね。そうね あ,あれも <laughs> なんか。<laughs> バグなのか <laughs> その設計されてそうなるだろうとされてるのかももはや分かんないんだけど,だけどねでもそう道夫さんがねやっぱねその真空状態になってるっていうか唯一の自責思考っぷりっていうのが浮かび上がってるのが <laughs> やっぱ異異異常常常者なな <laughs> <laughs> なののにかわいそうにい全く思えそうなんだよよなななそうんだだから自業自得じゃんその汚いことに関してはそうそう道夫さんは自業自得の要素もあるからそうそうそう。 だから一人隠しキャラみたいなのが一人以上にかわいそうなキャラクターはシーズン2ではまあいるんだけどあまあねまシーズン1でもいたけどね隠しキャラは基本ちょっとかわいそうなんだよね <laughs> それはあるけどねでもまあそれでおいしくなってる人ならい、うん、いやわかるわ多席思考を、まあ、本当にマインドとしてそうなのかはわかんないけど <laughs> それをする芸であるっていうことだよね <laughs> そう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 いやすごいよも、うん 完全にそうだもんね。怒りすぎっていう芸だもんね。もともと。そうそうそう。怒りすぎっていう芸じゃん。で、それで、だから、全員さ、その、自分が正しい、自分のことが一番で、他者が悪いっていうスタンスの人たちが、時に、困難を乗り越えて抱き合ったりするのよ。だから、俺の中で、これはエンタメとしては。 スーパーヴィランたちが集まってもっと悪いやつに監視されてる状態での仕方ねえから手を組んで困難を乗り越えるっていう作品のス出としてはマジであれにめっちゃ近いんだよなだから初期のアベンジャーズって実は結構そうだったじゃんちょっとそうだよねそのの喧嘩しててそうそうそうアイアンマンも嫌なやつだしキャプテンアメリカも

ちょっと訳ありのやつらが集まるみたいな感じもあったから実は初期アベンジャーズ感もちょっとあるはははいいいそのバラエティヒーローってことでいう確かにね焦いだうのアベンジャーズっていう感じもするしあわかるなだからそれで言うとさシーズン1のさ 1>、うん、まあ一応有料コンテンツなのでネタバレにならないように言うけどさうん、うん、シーズン1がさやっぱいびつなところが結構あってさはい、はい、えっそれってさその用意された脱出ゲームの回じゃないよねっていう展開が。 複数個あるじゃないですかこれ微妙ななところじゃないあれさ分かんないっすよね最終的に本人たちも多分分かってないし。なんかね、うん、その俺藤井健太郎さんのインタビューとかを読んだ時になんかあの「脱出ゲームが好き」とか、うん、それを意識して作ったわけではないらしいのね。っていう前提の上で聞いてほしいんだが、うん、あのね脱出ゲームの中に、うん 脱出ゲームのセオリーを破るっていう脱出ゲームは、うん、もう存在するのよ。それすらも逆手に取ることがゲームになってるっていうがあると思ってまだから実際なんかほら脱出ゲームってさ、うん、あの基本的にネタバレ厳禁だから、うん、あんまりトリックが外に出ることってないんだけどそうだ、ね、例えば問題を解けば出られると思ってたら、うん、本当に無理やり。うん こじ開けけたらいけたらみたいな話とか本当にあるんだよ脱出ゲームのあまたある中にはだからマジでそのセオリー無視がその計算されてる可能性はちょっとあるけど,るどでも見てて不安になることは確かそうなんだよだからクイズ作家のね、うんその めちゃくちゃ王道のクイズ番組とかの作家もやってる人もスタッフに入ってるんですよ。うん、ああそうなんだ。うんあの矢野亮平さんっていうのはもうクイズ作家としても普通にめっちゃすごい方でまあでも水代の作家でもあるんだけどもうだからわかんないよねわかんないでもねシーズン1のねそれを踏まえて、うん、シーズン2で 2>、うん、それを正解のルートにしてるところが多分あると思うんですよ俺さ、うん そこについてね、うん、あの、分析したんですよ。分 <laughs> かんない人見てね。分、うん、かんない人見てね。はい。いや、でもこれ、あのね、うん、えっとね、分かんない人見てねなんだけど、うん、えっと、これから見る人に、うん、あ、ね、 どっちが好みかっていうのがある気がする。確かにシーズン1とシーズン2は実はテイスト全然違うから。違うのよ。で、このテイストの違いの根底に何があるのかっていうところを分析したので、これ聞いた上で別にあのね2だけ見てもいいと思ってるの。なるほど。確かに2が1のえっと1が2の振りになってるわけではないですもんね。ないないない。あのなんか確かに1の要素がちょっと出てきたりはするんだけど、見てなくても問題ないっていう程度だから、あのね。 俺なんでこれを分析したかというと、はい、私ゲームが好きなんですよ。でテレビゲームもなんだけど、はい、主に幼少期からアナログゲームと呼ばれる要はボードゲームをずっとやり続けてきた人間でして実際私「あのかけ狂い」という作品で<ー>映画用にゲーム作ったりしてるんですよ。そうだねだからこれねダイジェスト1と2は 2>、うん、そもそも構造が違うのよ。 なるほど前提の行動なんでかっていうと一はねあの脱出ゲームって言ったじゃん確かに脱出ゲームなんだけどある種脱出ゲームのアンチテーゼになってるの1う1はシーズン1どういうことかっていうと基本的に攻略法が苦行だからああ、そっかスマートに脱出するっていうのが脱出ゲームのそう 暗黙のルルーみたいなしかも謎を解けたらポンと出れるなんだけど基本的に謎は時間と労力さえかけければ解る確かに思いつきとかじゃないもんね。逆に言うと時間と労力が絶対に必要なわけ脱出ゲームっていうのはある種ひらめきさえあれば出られるみたいな構造になってるんだけどあれは絶対に数時間はかかるようにできてんのよ。 だからみんな最初のまあ多分いわゆる脱出ゲームみたいな気づかせパートの部分ってあるけどそこがめっちゃ薄くてうわそういうことかってみんな気づいた途端にその苦行の存在に気づいて嫌な顔するっていうのが一個見せ場としてありますよね。でその後ずっと苦行が続くのよそっかそこがメインパートになってるからアンチテーゼでもありかついわゆる今までの脱出ゲームの。 バランスをめっっちゃおかししくててるいうそうねバランスおかしくしてるしっていうか最初から指令として苦行があるわけじゃないじゃないですかまあそれはそう読み取るパートも一応あるっていうそうね法則みたいなのただかんかそのいや脱出ゲームって本来こうだぜみたいななんか感じも感じるなど本来こうなるぜっていうリアルにやったらみたいなのなんだけど2はねちゃんと脱出ゲームなの。なるほどでこれを 分ける。分かりやすいものは、うん、あのどの部屋にも必勝法があるの。<ー>これが大きな違いなの。あの脱出ゲームっていうのは必ず必勝法があるわけ。はははあのその必勝法っていうか、ここだってなったら必ず秒で解けるっていうことね。シーズン2の方2の方にはひらめきさえあれば。 そう,そうかっていう仕掛けがあるのよ例えば裏道だろうとなんだろうとねそういうのがあるのまあシーズン2も苦行のパートはあるけど、うん、部屋による気もちょっとするんだよ2部屋ぐらいは4部屋中2部屋は必勝法明確になったけど、うんうん、別の2部屋は結構ベース苦行だった気はするでベース苦行に見えるんだけど、うん、えっと今回違うのはの2は 2>、うんうん お金のやり取りがあったじゃん。そうだね。それ新ルールだよね。でしょ？そのお金のやり取りがあることによって変えられるのよ。時間をかけずにえっとブーストすることができるの。確かにね。一はあの一番わかりやすいのがさ、あの一であのて公衆電話で問題聞いて解くやつ部屋あったじゃんね。ね、阿三と新一さん。そうそう、新一さん。あれ、テレフォンカードが あの2時間に1枚落ちててくるっっいうシステムだったでしょこの2時間を短縮することはできないわけ、うん、確かにでもあのさらば青春の光の2人が2では同じ部屋に入るんだけど、うんうん、1,000万円が用意されててその1,000万円さえ使えば、うん、あの無尽蔵にテレホンカードが手に入るのでも1,000万円には限度があるじゃん、うん、ただし途中でその金を他の部屋とやり取りする方法っていうのが出てくるわけ。うん これがすなわち必勝法ってことなんだよ。その。今のある。時間を。そのブーストできるっていうか、その、だから。時間を短縮できるってことね。そうだね。制限時間内に。だから。大脱出一って。制限時間内に。終わらせるってことは基本できないのよ。ただただ。タイムアタックなの。あの、その苦行に。一体何時間で抜けられるかなんだけど。ツーの方は。 最短時間があるの実は。だから持ち帰れるお金っていう、うん、その徳みたいな部分との、うん、そ,うその脱出した後の。 利益との合いいってうか計算が生じるってことですね計算が生じるしあとやろうと思えばどんどん短くできるのとにかく早く抜け出したければその欲望を削ればめちゃくちゃ早くできるっていうルールがあったってことですねだからよりフェアなのよ確かに確かにでしかも謎解きとしての気持ちよさもあるわけ確かにここがもう性質が全く違うのよ一なの絶と てるみたいな確かにね<じ>1の方がだから割とシンプルルールなんだけれども、うん、脱出ゲームとしてはむしろちょっと新しかったっていうかそうだねちょっとあのんだねより水道的なもんだけれども、うん、脱出ゲームというか箱に入れたら結構、うんうん、その。 土臭いというか、そう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 強く強くなってたって感じですよね。で、より実はシーズン2の方がよりスマートであるっていうことですね。そうなのよ。ゲームとしては。そうそうそう。ただ、実はね、汚い描写はいっぱいあるんだけど、でも実はすごい2はスマートで、だからこれでね好み分かれるような気はする。なるほど。いや確かにね、見た時のこう味は違うんだよ。全く違うと言っていい。実はね、同じ人たちがやってるから同じように見えるけど、ルールのなんか味わってる時のこうなんか口の中の感じ全然。 違うんだよな。なだ,だからうそういうところか。だからなんか人が苦しんでたりするのを見るのそんなに進まないっていう人はあの一よりも二三 確かに。気がするし。確かにね。でも、そう、そうじゃない、逆で。もう、人間って、こんなになんかおかしくなっていくんだみたいなのが。見たかったら、一とか。うわ、でも、実はそうなんかも。そうそうそう。通話さ、やっぱね、あのね、その必勝法があるからこそ。希望みたいなのが、いっぱいあるから。実は、みんな、結構ね、テンション上がってってんだよね。確かにね。うん。で、割と冷静な人も多いし。でも、一は、もう、どんどんおかしくなってくから。それを、面白が。 っていうところなんだけど。確かにね。そうだね。いいだから一の方が割とその肉体的なしんどさもあるし、そのエッジからっていうかなんかそのフィジカルのちょっと映画っぽさみたいなのも一の方が結構あるっていうか。うん、あるね。がそれは。 で二の方がやっぱ頭脳っぽいんですよね実はねそうなのそうそうそういうことキモいけどねキいしバカみたいなことやってんだけど<ー>実は頭でやってるしあでもそれ素晴らしい分析ですねツーはフェアなのよ一<ー>は理不尽を楽しむものでツーはそのフェアなゲームの中でどういう駆け引きがあるかっていうい面白いわめちゃくちゃね美しくルールがね考え抜かれてて、ね、確かにどちらも良さがあるんだけど 俺はやっぱあの2は本当によくできてるなって思って、ね、その感動もあってあ<ー>面白かったなるほど、うん、それはやっぱ1でいたメンバーも半分ぐらいいるから、うん、あこれ絶対あれやんってなって、うん、その乗っかり方も分かってるからより高度にしてるっていう部分も多分ありますよねいや絶対あると思うな、うん、でその振りにしてるっていうことでいうと、うん、やっぱりそのシーズン1でこれは計算なのか計算じゃないのか分かんないけどその突破口で出ちゃった要はその暴力脱獄パート、うん <laughs> 僕のカウントだと最低2個あるんですよあるある <laughs> それなわけないじゃんでもいけちゃってるじゃんみたいなそうなのよでこれがちゃんとした施設で行われてるリアル脱出ゲームとかだったら出禁になるみたいなやり方で出るところがあるように俺はには見えるんだけどわ <laughs> かるよ、うん、それが2でなんと成功法になってるところがあってあと成功法だとわかるようにできてるよねそ,<う>そこがびっくりなんだよねで そんなありなんみたいな「なしやと思ってたわ」っていうその表の社会でやったら多分犯罪に見えるっていうかあの瞬間俺ゾクゾクしたね監視カメラの映像でしか見たことないことを俺知ってる人がやってたからだそうよね知ってる人やってたんかさあの瞬間って本当あれは俺ドキュメントだと思ったのいやだってやったことないことだもんね確実に。なんか人間があの やっちゃいけないけどやっちゃいけないけどこれやったら、うん、絶対にうまくいくっていうことにその気づいてしまった時の、ね、なんかあれって多分本当あの,の事件解決した瞬間の名探偵とかって、うん、ああいう顔になるのかなとかとか溶けちゃったとか<で>あとそのあそ,あそこでさ。うん っっってやっちゃゃた後ににさそのフィールドが危険ななるじゃないですかそこまで歪がみ合ってた2人が「うん、お気をつけろよ」っていうそのとある理由でフィールドが危険になっていることを、うん、すごく何て言うのかな子供がそういうことをやっちゃった時に「うん、あその辺気をつけて」って言うじゃないですか。みたいなことをお互い言ってるのがうん、うん、あ人間同士のケアが成立しているっていうだから装置に対しての恐怖っていうか。 物に対しての恐怖が人間を連帯させているっていうのがちょっとそのんかエモいっていうかね。素敵な瞬間でも正直あるっていう。あるあるいや本当に危険な瞬間あるもんねそうなんだよね落ちたらとか踏んだらとかねだからあそこの安全管理どうなってるんだろうって思う瞬間はあるんだけどでもあの人たちってやっぱどんなにいがみ合っててもその時だけは。 ちゃんとこうお互いをもん,ぱかるんだっていうそうなんだれがそのバラエティタレントっていうことでもその芸人じゃない人が入ってたらちょっと信用できない感じも実はしててなるほどねでこれ僕よく言うんですけど、まあ、僕はその芸人というポジションにおいてはまあかなり